じゃあこちらのワインですが、ブルゴーニュピノノワールと申します。ブルゴーニュピノノワールといいますのは、フランスのブルゴーニュ地区のどの地域でも作られていいということで、ブルゴーニュピノノワールという名前が入っています。こちらのワインの特徴といいますのは、先ほどのワインと同じように、やはりヴィンテージが若くてもいろんなお料理と楽しんでいただけるような一品だと言えます。ちなみに合わせられるお料理なんですが、野菜とお肉を使った、サラダですとか、あと香り、風味控えめなコンテというブルゴーニュ地方を代表するチーズなんかが非常によく合うかと思います。